皆さん、プレベット、こんにちは、ナシタです。で、今日のゲストは、コーリです。こんにちは、ブナジワモンダバ語でね、ブナジワ。軽く自己紹介、お願いします。私はね、コーリと申します。本当の名前はコルネリアです。コルネリアは、そう、日本人言いにくいから、コーリにしました。ああ、コーリも可愛いね。でも、コルネリアって、なんかね、お嬢様の名前ね。あのモルドバにはコルネリアという名前はあまりいない。あ、そう。で、私の知り合いの中で、あのもう大きくなって子供を産んでたら、うん、コルネリア名前をつけたけど、私生まれた時に何歳もコルネリア、私住んでた町に私しかいなかった。お、そうそう、コルネリアはいない。そうそう。逆にあのナシテはめちゃくちゃ人気の名前で、私の周りに、結構たくさんいた。そう、私の小学校のクラスにも4人いました。なして私一人だけだからもう住んでた町はコルネリアと言ったらあのコルネリアですね。そうか。あ、そうですね、うん、モルドバから来ました。モルドバはすごい小さい国ですけど、あの日本人の方は知らない人が多いですので、少しだけ自己紹介します、うん、東ヨーロッパにあります、うん、ルーマニアとウクライナの間です。あのソビエト連邦から独立しました、1991年。あとね、ロシアではあのモルドーバのワインはとても人気。ロシア、そうですね。あのクリコバというワイナリーあるんじゃないですか、あの、うん、モルドバに。で、あそこのクリコバのワイナリーに地下に行くと150キロ地下にか、あの150キロ、ずっと、すごいすごいじゃないですか。150キロクリコバのワイナリー。ベラルーシでよくあのモルドーバワイン飲んでたよ。あ、モルドバ、そうそうそう。ベラルーシワインはある？ある。ある、飲んだことないね。そう、私もベルルシに行く前に飲んだことない。お、夢かな。あ、山に夢じゃないけど、まあでも美味しい。美味しいね。うん、安くて美味しい。日本にはないですよ。ない。え、モルドバのワインあるの？ある。私びっくりした、あちこち行くと最近、うん、モルドバワインあちこちあちこち置いてある。あ、そうなんだ。そう、前はそんなになかった、あまり日本に入れなかったのかな。だけどすごく今はどこ行ってもロシア料理とかモルドバ料理とか行くと置いてある。そうそう、スーパーとかでも売ってるのかな。あ、スーパーは売ってないか。売ってほしいよ。まだまだまだスーパーまでまだ届いてない。まあこれから、うん、ね、そう、いつか届く。モルドバのどこの町の出身？私首都です、キシナウ。おお、それは私も知ってるよ、キシナウ。キシナウはすごい綺麗な町です。気候はどんな感じかな？気候はあの日本とは変わらない。ただはこの湿気、日本みたいな湿気ないけど、うん、一年中は変わらないです。で、すごい不思議なのは、例えば向こうに家族に電話したら、うん、今日は雨降ってる、あの日は日本にも雨降ってる、だから変わらない。本当に、例えば今日すごい風強いとか、え、日本も風強い、そしたら向こうの家族、日本と変わらないじゃん。だから前は、私子供の時は冬はすごい寒かった、うん、今でも思い出してる、あの外出たら雪はすごい20センチ何センチもあったじゃないですか。すごいマイナス20何度。今はもう普通、もう日本と本当に変わらない、雪も降らない。そうなんだ。結構変わったね、すごい。変わった変わった。だから本当にびっくりした。地球温暖化のせいなのかな。そうですそうですそうです、変わりました。夏はどのくらい温度は？夏は、いや今年はすごい暑かったみたい、35度もあった。あ、そうそう、なんか今年はどこでも暑かったらしいよ。そうそうそう、私の地元もまあ基本的に30度とか行くんだけど、今年はなんか35度とか行って、だから本当世界中おかしくなりました。日本は今年の夏は何も分からなかった、雨降ったり、あとこの間秋みたい寒かったじゃないですか。そうそうそう、めちゃくちゃ寒い。そう、だからちょっと今年の夏はあんまり夏かどうか分からない。例えばモルドバに行くとしたら、はい、絶対行った方がいい観光地とかあるの？モルドバ知らない人が多いですから、うん、モルドバ、私の知り合い、日本人の方の知り合いはモルドバに初めて、60何歳の人だけど、モルドバにワインの関係で初めて行った、うん、で帰ってきたらすごい感動して、モルドバのことすごい褒めて、うん、モルドバの人を褒めてた。本当に私の国の人たちは温かい人たち。もうなんか例えばね、誰か家に入ると、うん、日本人何人でも入るともう冷蔵庫に最後の何あっても全部出してくれて、ものすごい優しく、どうぞ泊まってください、うちに泊めて絶対ホテル行かないでとか、もうすごく温かい、あの外国の方にすごく温かい気持ちがあのたくさんある。モルドバのおもてなしもすごいってこと。
とね。いや、モルドバはすごい。もうモルドバのどっかの家に入ったら、例えば出れない出れない、すごい感動します。もう何でも、もう何でも食べて食べて、大丈夫ですか、飲んで食べて、で、あの作ってるワイン、自家で作ってるワイン、みんな大体みんなのモルドバの人たちは自家でワインを作ってる。そしたらもう本当に自家のワインを持って行って、あれは飲んだらもう止まらない。いや、自家製ワインもめちゃくちゃ美味しい。そうそうそう、私のおばあちゃんとお父さんもあの自分で作ってるでしょ。美味しい、うん、美味しい、めちゃくちゃ最高。じゃあ一番ね、行かないといけないのは、モルドバ人の家だね。そうそうそうできればあの友達とかね、いれば。そうそう、モルドバ人の家に絶対いて、田舎の方とかものすごいあの温かい心でも買いに来てくれる。ちょっと私もモルドバに行きたくなった。実はまだ行ったことない。絶対行ってください。でもね、モルドバは日本からこんな離れてるのに日本とつながりはたくさんあります。あのモルドバと日本ね、すごいつながりはたくさんある。たくさん人が知らないけど、モルドバと日本のつながりはすごく強いです。例えばどんな感じ。例えばね、日本人はもう2002年から日本 の, あの国、うん、モルドバのことをすごい助けてる。農家、あのお金がたくさん助けてる。農家から、病院から、学校から、日本の国からたくさんモルドバにお金が入りました。あ、じゃあ日本はモルドバを支援してるってことね。そうです、そうです。今でも、今でもだからすごいつながりが強い。そうなんだ、知らなかった。そうです。じゃあモルドバで、あの日本語、日本語とか日本は人気は、すごく人気。今最近はアニメもすごく人気になりました。でも同じ2002年からジャパンファンデーションはモルドバにできたね。で、あの時からモルドバ人、あの大学にあの日本語を勉強させてるようになりました。ああ、あれじゃない、多分日本語センター、日本センター、日本センターという、まあ日本センターかな。あ、なんか、そうそうそう、無料でそこで日本語勉強できる。そうそうそう、無料で日本語勉強できる。そうそうそう、日本センターできて、それであの2004年から日本人の先生たち、モルドバ人に日本語を教えてくれてる。あ、じゃあでモルドバにはまあ日本人が住んでる。そうそう、住んでる、あのいる、何人がいる。で、聞いたら今あのこの日本センターの中で今2019年2020年は111人モルドバ人は日本語勉強してる。おー、すごい。あと1年に1回モルドバで日本 の, あの文化祭りがやってる。うん、素晴らしい。そう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 、だからモルドバ人は結構日本のこと知ってる。逆に日本人はモルドバのこと知らない。なんでかな。そう、だからモルドバ人は日本人にとても尊敬してる。あのモルドバの国いろいろ助けてくれたのは分かってるから、とても尊敬してる。私日本に来た時に日本、モルドバで日本の大使館なかった。それでビザを取るためにウクライナまで行かなきゃいけなかった。めちゃくちゃめんどくさい。そうそう、大使館がなくてウクライナまで行かなきゃいけない。でも2016年からモルドバで日本でも大使館ができた。ああ、よかった。そうそう、今はすごく便利。だって前は家族呼ぶときにウクライナまで行かなきゃいけない、ビザ取るために。ものすごい。モルドバからウクライナまでビザなしで行ける。行ける行ける。ビザなし。そうそうそう、それはよかった。ビザなし。そうだけど遠かった、オデーサまで行かなきゃいけない。あ、そうやね。だってね、違う国に行くのはね。そうで、例えば行くと1日で終わる、いいけど1日で終わらないじゃないですか。もう一回行かなきゃいけない、ビザを取るためにいろんなチェックしたりとか。だからすごい大変だった。今は便利。今は、まあ、楽しく日本に住んでるんだけど、はい、日本にいろいろ、まあ、便利でいろいろあるじゃん、はい、でもなんかモルドワのなんか日本でなかなか見つからないモルドワの恋しいものあるのかな。たまにはモルドワの料理作りたい、うん、で日本で見つかってもアマゾンとかなんか ありました似た味とか。いや本当にモルドバのものも見つかっても、うん、日本で作ろうとしたら味は全く違う。だからもう作るのはやめた。そうなんだ。そう、なんか家で作ると味は全然違う、うん、モルドバのあの料理とちょっと似てない。あ、じゃあ一番美味しいのは、一番美味しいやっぱり自分の国で食べる。あと日本で食べたの一番近かった味はロシア料理ロゴフスキ。 あれはすごい、あのボルシャ、赤いボルシャはすごい近かった味は、うん、ああ、そう。そっか、私は行ったことない。いや、ぜひ行ってください。すごい美味しかったそこは。そう、あとチキンスープを食べたのは
私の国と同じ味はあのベラルシ料理、ミンスクというお店で、うん、昼ご飯行ってチキンスープを食べたら、え、これはもう全く一緒だった。だからどういう作り方してるのかよくわからない。私作ろうと思ったら絶対あの味は出てこない。え、そうなんだそうそう、だから面白い。ちなみにモルドバの代表的な料理は何？あのロールキャベツ、ロールキャベツ、あとチキンスープ、あとは何？あの魚、魚、何の魚？モルドバでは食べてる魚は鯉です。鯉？鯉。その神社の、そうそうそう、でもあの色が、そうだけどあの赤いとか白いとかあの可愛いじゃなくて、川にある鯉、川にある鯉は色はあの一つの色しかないでしょ。 あれはすごい甘くて美味しい。そうなんだ、うん、鯉食べれないと思った。だってあのいろんなところにね、あの神社とか公園とか行くと鯉がね泳いでて、なんか鯉にたくさん泳いでるのなら多分なんか食べれない魚かなって思って。でもね、私も日本に来た時に、うん、自分でモルドバで鯉を食べてる、あの日本の鯉を食べてると思わなかったそしたら調べたら、え、モルドバでこの鯉を食べてるのでも神社にある鯉とか、あの、うん、かわいい綺麗な鯉じゃなくて川にある鯉、ね、日本にもあると思いますよ、日本の川でも。日本人食べないよね。聞いたことないね。そうそう、あとあれな、沼津、すごいヒゲが長い、 あれも日本人食べない、あ、どっか東京で食べないけど日本で食べる、あ、食べられる。そう、どっかの日本、あの東京じゃない、あれもあの私の国でよく食べる。骨がないからすごい食べやすい。あの魚は骨全然ない、真ん中の骨だけ。あ、いいね、私は骨苦手だから他になんか恋しいものある？足りないのはやっぱりモルドバのチーズ。モルドバのチーズ、あのちょっとインターナショナルフードに行くと売ってるんですけど、あのイランからのチーズちょっと似てる、でもやっぱり違う。だからモルドバのチーズがあってほしい。私大好き、あのトゥボラクという、そういうチーズがない。あとひまわりもないね。ひまわりの種？種。確かにひまわりの種ないね。あの動物用のお店に行ったらそこで あのハムスターの餌として売ってるでも味ないじゃないですか。食べたことないなるほど、いろいろ話してくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんもあの少しね、あのモルドバについてあの知ることできたら嬉しいです。ありがとうございました、うん、素晴らしい国なので、もしあの機会があればあのまあね、いろいろコロナとか落ち着いたら行ってみてください、うん、おもてなしもねすごいし、ワインも美味しいし、料理も美味しいし、うん、ぜひ皆さんモルドバに来てください本当に1回だけ来たらすごい感動しますと思います。わあ、私も行きたくなった。なんでというか、モルドバ人は日本人の方は大好きなので、あの私一つも思い出したのは、一回はね、日本人の友達とモルドバ行って、でモルドバからちょっとルーマニア行きました、うんうん、でルーマニア行くために入管がありますね。で帰ってきた時にあのルーマニアの山に行った。で帰ってきた時にあの日本人パスポートを見せた、モルドバの入管のところ、うんうん、最初はみんな中国人と思って、でパスポート見せたら日本人そしたらモルドバ人、日本人を見たらもうすぐなんか神様みたいあ、日本人、なんか見て、これ本当なんか日本人ですか本当日本だから、あそこまでモルドバ人は日本人を大切にしてる。本当に日本は、日本人たちは日本の国、うん、私たちはすごく助けてくれたからありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、そして最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんありがとうございました、うん、あのコーリもね、あの自分のチャンネルやってるので、あの概要欄にあのリンクを貼ります。ぜひ見に行ってください。あ、そこでね、あのもう一つの私たち の, あのコラボ動画出るので、それもぜひあの見に行ってください。ありがとうございました。皆さんよろしくお願いします。楽しみにしてます。はい、じゃあまた会いましょう。パカパカ、ラレベデレラレベデレ、はい、それはルマニア語で、ルマニア語、でロシア語はパカパカ